ラジオ聴きの皆さんこんにちはハイサイ教会デービルの時間となりました、えー、時刻は午後2時を回りました、えー、今日もまた FM 技能ワンから、えー、元気にお伝えしていきたいと思います、えー、今日のお会いは私荒垣弘正、そして、えー、ミキサーをいつも担当していただいております FM 技能ワン田辺ですはい、よろしくお,いしくお願いしますいたします今日はですね中野智子さんが 急に風邪を引いたということで、はい、メールが入ってきました。昨日まで元気だしでしたけど、ね、はい、はいはいえー、ちょっと冷え込んだので,で、ねえー、風邪引いたかもしれませんね。はい、はい、どうですか？皆さん風邪大丈夫ですか？私は大丈夫です。はい、私も幸いに大丈夫なんですけれども、<laughs> 家族はなんか代わりばんこに風邪引いてるみたいで<ー>、えー、うちの息子も。 つい先日からインフルエンザにかかってですね、はい、寝込んでおりますはい。まあ、こういう風に風が流行ってますねインフルエンザも流行ってるようですので、はい、皆さんどうかお,お体、えー、気をつけてくださいね、はい、急に寒くなったりしましたね沖縄も今日来る時に車の温度計が11度でしたね先ほどはい。出、はい、る時13度だったんですけどねちょっと近く 雨降ってきたもんですから、十一度まで二度ほど下がりましてですね、うん。昼間で十一度ってなかなか寒いですよね。なかなか寒いですよ。うん、はい。で外を見てもうお分かりの通りあの風があって、はい、また冷たい小雨が降ってるんですよね。はい、こういう時の沖縄っていうのは本当に寒いんですよ。寒いですね。はい。そしてあの建物の中もね、それほどあの設備が本土と違ってないもんですから。はい。 中に入ってもねこのようにジャンパー着込んでるんですけど。さっジャンパー着込んでますけども。<laughs> 脱げないですね。はい。めったにつけないこの出張用のジャンパーをね最近よくつけるようになってきたんですけども。まあ本土の方もね今日はなんかあの鳥取あたりで大雪警報か何かが出てましたね。<ー>はい。皆さんお体大切にしてください。はい。えー、それでは今日はですねもう私と、えー、ゆきちゃんと。 二人で進めていきたいと思いますが、はい、またいつものようにですね。あの、今日の御言葉ということで、今日はあのユダの手紙。まあ、新約聖書の後半の方に入りますけどね。ユダの手紙のえー、3節4節のところを読んでいただきましょうか。愛する人々私はあなた方に私たちが共に受けている。救いについて、手紙は手紙を書こうとして。 あらゆる努力をしていましたが、生徒にひとたび伝えられた信仰のために戦うよう、あなた方に勧める手紙を書く必要が生じました。というのは、ある人々が密かに忍び込んできたからです。彼らはこのような裁きに遭うと昔から前もって記されている人々で、不敬験なものであり、 私たちの神の恵みを補充に変えて、私たちの唯一の支配者であり主であるイエス・キリストを否定する人たちです。はいあめ、えー、ちょっと長くなりましたが、ありがとうございます。えー、ま今日は、えー、この話を、えー、やりたいんですけども、まあのー、実はですね、今日智子さんが来る予定で。 何の話しようかなということで先週から、えー、昨日も含めてです、ね、いろいろと、えー、打ち合わせをしてたんですけども、はい、聖書に書かれているあの動物の話をしようという話ではい、はい、動物シリーズでちょっと今日は持っていこうかなというふうに思ってたんですけども、はい、お相手が、えー、欠席になりましたので本来の部分はちょっと置いといてですね、うん、まああの まあ、チンダミですね <laughs> あの少し、えー、動物の話も、えー、今日も絡めながらお話をしていきたいと思うんですけども。うん、チンダミ <laughs> 少し変えてってっことですかえー、あの前振りですねしんもちんだみしますよねはい、はい、上限したりするんですけどもまあ、えー、本来はともこさんが、えー、来た時にですねまたお話を進めていきたいと思うんですけどもね。はい 今読んででいいただいただところですね、えー、4節のところに、えー、密かに忍び込んできた人々がいるというのと、はい、不経験なものということでそして、えー、キリストを否定する人々が、まあ、教会の中にも入り込んできたという、まあ、歴史的な経緯があったと思うんですね、まあ、そういったものの、えー、教えに惑わされないようにという意味合いで、えー、いろんな指導者たちがあの手紙を 当時ですねいろんな教会に送っていって、えー、励ましたりあるいはまた惑わされないようにという注意喚起をしたということが、えー、この時代あったんですね。はい、でこれをあのよく聖書の中ではあの動物に例えて表現するところがよくあるんですけどもあのそのユダの手紙の下の実節の方もですねここは私でちょっと読んでみたいと思うんですけども。 ましかしこの人たちは自分には理解もできないことを素しり、わきまえのない動物のように本能の本能によ,よって知るような事柄の中で滅びるのですという書いてますね。まあ、この中でもあのわきまえのない動物というふうに表現をしております。まあ,あの人間をいろんな 例えで表現する時によく聖書の中では動物で表現されたりする時があるんですけどもね、まあ、あの馬も軍馬とか騎兵とかあるいはまたえー戦車ということでまあ戦に例えたりするっていうところが結構あるんですねでまたそれに引き換えてあの羊とかロバとかっていうのはまあ温厚な動物なんで。 あのおとなしい人間に例えたりですね、従順な、えー、ものに例えたりっていうことがよくあるんですけども、まあ、そういうふうにしてあの動物のたと、えー、えっていうのが結構聖書の中では出てきます。そしてまたあの聖書の中では、えー、動物っていうのは、まあ、どのようにして生い続けられてきたかなと思いますと、まあ一番最初のあの創世記の中で。えー 作られたっていう万物を創生した時のですね中で、えー、5日目にですねまず、えー、動物を作るんですね創世記の一章の21節「神は海の居住と種類に従って水のもらがるむがりうごめくべての生き物と種類に従って 翼のあるすべての鳥を創造された神はそれを見てよしとされたそして22節ですね「神はそれらを祝福して仰せられた」埋めよ「梅よ増えよ海の水に道よまた鳥は地に増えよ夕があり朝があった第5日」えー、そして24節には「神は仰せられた地が 種類に従って生き物を生ぜよ家畜や革物野の獣を種類に従ってそのようになった神は種類に従って野の獣を種類に従って家畜を種類に従って地のすべてのうも物を作られた神はそれを見てよしとされた。 その次にまた人間を作っていくという話が続くんですけどもまあそのようにしてまあ人間以外の,あの動物についてですねこのようにこと細かく記されております。そしてもう一つですね、え、ー あの動物はなぜ作られたかというと、やはりあの食物という意味合いもあるんですよね、食べ物ですね、私たちもあの肉をえ食べたりするし、魚とか、あるいはまたえー動物ですね、家畜の肉なんかもえ食べたりするという、食料としての役割もえ果たして,ているというふうにいわれていますね。 それをあの食とするというところも、えー、役割としてあったと思うんですね。それらを与えるために、えー、動物を作ってきた。ただしですね、えー、動物の中でも、あのー、食べてはいけないものとかっていうのもまた決まりが出てくるんですね。これはあのー、レビキっていう章、あのー、の中で出てくるんですけども、まあ、レビキっていうのは どちらかといえば立法いわゆる法律決まり事ですねそういったのを定めている書なんですけどもねその中ではモーセに仰せられた立法の中で清められている動物と食べてはいけない動物というふうに事細かくそこの中にも記されてるんですねレビ記キの11章の3節ですかね。 動物のうちでひずめが分かれ、そのひずめが完全に割れているもの、また反数するものはすべて食べてよいというふうに書かれてますね。ひずめが割れてるっていうのはわかりますよね。馬とか牛とかですか。あ,あ、そうですね。はい、馬はひずめはない、ひずめは一本ですよね。あ,あ、そっかそっか、はい、はい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 、で割れてるものは食べていいということなんで、牛とか。 は食べていいというふうになるんですけどね。はい、あれは羊とかですね。馬は、えー、あれは中指が一本になってるのかな。なんかそう,そういうふうに言ってあの偶数ですから偶定類っていうんですね。ヒツですね、うん。偶定類。はい。偶定目とか偶定類っていうのかな。はい、あ奇定類ですね。ごめんなさい奇数ですからはい、はい、偶数が、えー、偶定類って。 偶蹄目とかっていうふうに、あのひめが割れてる偶数ですね。二四六でいくわけですね。はい、で、人間は五本指ですから、まあ、えー、奇数ということになると思うんですけども、はい、まあそういった、えー、このひめが割れてるっていう動物、そしてもう一つあの半数するものってありますね。 はい、半数って意味わかりますかね、はいあ。なんか草食動物とかが一回食べたやつを、もう一回出して、もう一回食べるやつですよね。すごい、すごい、さすがですね。<laughs> 結構、この意味わからない人って多いんですけどね。ゆきちゃん、よく勉強してますね。<laughs> 僕も半数ってなんだろうなって言って、実は、実はですね。えー、まあ。何年か前に、ね、あの時点で調べたんですけどね。はい。あのー、よくね、もぐもぐと、えー、草を食べて。ヤギなんかですね。また。 戻し,戻したりすするんですよね胃の中に入れてて戻したりですね牛もそういう風に胃袋がいくつかあるとかってよく言いますけど、はい、まあそういったものは、えー、基本的には基本的ですよあくまでもね食べていいということで、まあ、聖書に記されてるらしいんですねでも次の章ではまたラクダとか岩田貫ノウサギ豚 なんかは、もう食べちゃだめですよっていう、また注意書きが書かれてるんですよね。聖書の中ですね。<ー>はい、豚は、あの、宮廷。僕じゃないんですか。ではあるんですよね。うん、ただ。えー、反芻しないのかな、豚は。ほ、はあ、うほ、ん、それとか、やはり豚は、あの、ユダヤ人にとってはね、とても、あの、汚れてる動物というふうに言われていて。うん、あの、食べないというふうに言われてるんですね。もっと他いい意味が、僕はあると思うんですけども。うん、まあ、聖書の中でも、豚を。 えー、飼ってる民族と出会うっていうところもあのストーリーの中で出てくるんですけども、はい、でもユダヤ人は豚を食べないっていう,うに今でも言われてますね。はい、ですからあの笑い話の,あの例えであのユダヤ人がいっぱいあのいじめられたりお互いの民族の中で,ですね争いがあった時に「 あの私は豚に生まれたほうがよかったとっいうふうに言う時もあるみたいですね、うそうしたら食われなかったとっいう意味だと思うんですけどね、ブラックユーモアの、えー、例えがあったりもするんですけども、まあ、そのようにして、えー、よく、えー、動物で例えたりするんですね、そして、あのー、次にです、ね、まあ、これらは、えー、死体に触れてもいけないというふうに、ね、決まり事が、えー、作られているんですね、そしてまた、あのー、水中で生きる動物ですね。 まあ淡水であろうが海水の動物であろうがその中でも基本的には食べていいんですけどもヒレやウロッコのないものは食べてはいけないというふうにまたなってるんですね魚はヒレがあったり、はい、ウロコがあったりしますよねと、はい、からあのタコとかやはりイカの類でしょうねそういったのは、えー、食べないようにというふうに言われてるみたいですねそれって不気味だからですか でしょうね <laughs> 僕もこの辺の細かいところは <laughs>、うんえー、詳しく調べた先生方結構いると思うんですけども、うん、まあユダヤ人はよくそれは食べないという,うに言われてますね、うん、お美味しいのにねまあユダヤ人と会ってその話をちょっと交わしてみたいなとも思ったりするんですけども、はい、そしてもう一つあの鳥ですね鳥で食べていけないものがですねハハゲゲワシとかハゲタカクロ ハゲタカですねあと、えー、ダチョウヨタカ、うん、カモメタカノ類ですねそしてフクロウあとウですね、えー、ミミズクシロフクロウペリカンノガンコウノトリ、えー、サギノ類そしてヤツガシラというそれらの鳥類も、えー、食べては いけない品目に挙げられてるんですね。まあ、食べても美味しくなさそうですけど。<laughs> まあこれらはね、今聞いた感じではね、<laughs> ハゲタカなんか食べないでしょうねと思う。は <laughs>、まあ、調理されて出されたら、えー、食べてしまうかもしれませんが、はい、わざわざ取ってまでっていうのはちょっとうんって引きそうですよね。うん、確かにね。うん。まあカモメも食べ物という感じはしないですよね。うん、確かにね。 まあそういったものが、えー、聖書の中でしっかりとあの書き記されてるというところがちょっとと面白いなあと思いな思ますねそして、あのー、今言ったものと、まあ、自然界にいる、あのー、動物とまた、まあ、どちらかというと人間が養っていくいわゆる家畜ですね、はい、家畜についても、えー、結構細かくあの記されていてですね もともとは野生の動物だったと思うんですけども人間によって飼いならされていった動物ですねそしてあの人間の手助けをするね働きとして手助けをするような動物として挙げられるのが牛とか馬ロバ羊ヤギラクダなどを表すんですけどもね、はい、まあヤギとか羊は肉としても食べられると思うんですけどまあ牛もそうですけども今 馬とか、えー、ラクダは、まあ、食べないというふうに言われてますね。ロバも確か食べなかったと思うんですね。うんはい、そういうふうにして、えー、家畜の中でも役割があって食べられるものと、えー、まあ詩役としてですね使われる、えー、家畜、まあ、それらが事、えー、細かく聖書の中ではあの記されてるようですね。まあ、これらもですね歴史的にあの調べていくと あのかなり人類歴史とえ共通してえ歴史が進んでいるようで人間があの作られて生活を営むようになったえちょっとした頃からえ家畜というのが聖書の中でも出てくるし人間とともにまあ歴史を歩んできたというところもですねこれはもうちょっと面白いなと思いますね。はい で牧畜が本格的に、えー、始まっていったとっいうのは、まあ、あのよく我々の番組でも何、えーえー、て言いますか人間が作られてアダムから、まあ、聖書の順番から言うと名前の順番から言うと大体10代ぐらいの時ですね、まあ、全てがきれいに並んでいるかどうか分からないんですけども10代ぐらいの時に、まあ、本格的な、えー、家畜が牧畜とかですね やられたんじゃないかなっていうのが、うん、ま聖書の中からも読み取れるんですね。これヤバルっていう人の頃に、えー、本格的に、えー、牧畜が始められたということがわ、うん、かるんですね。はい、はい。まあ、これはまあ先ほども言いましたように、えー、食料の確保ですね。肉とか土、えー、とかですね。そしてまた、えー、文明の発達とともにですね、えー、荷物を運搬したりするような、はい、えものとかあるいはまた濃厚の労働力 あるいはまた、えー、毛皮とかですねそういったものに使われるようになったり、えー、また交通の移動手段ですね馬なんかは乗って移動したり、えー、馬車をかけてですね、えー、移動したりするということに、えー、長距離を移動するときに使われるようになっていったというのが、まあ、聖書の中でも結構ですね記されていてあ面白いいなと思いますね、うん、そしてもう一つはあの家畜というのはですね 重要なあの財産で取引の、えー、材料になるということですね、はいまあ、貨幣があまり発達していなかった時代には、まあ、そういったものの方がですね、えー、即あの用いられるということで、えー、ラクダ南東で大体、えー、いいお金に換算してこれぐらいの価値があったとかっていう,うに言われるようですね私最近あの YouTube で、えー、有名なあのクレイジージャーニーってやってますよねわかります わか,からないですか <laughs> たまに見たりするんですけどもあのソマリアっていう国がありますよね、はい、まあ、ソマリアも今大きく分けて3つぐらいの国がねあの地域が分断されてて分かれてるらしいんですけどもやはりここの地域でも今でもですね今でもあなんか揉め事があった時の解決手法はラクダ南東とかっていうふうにあの。うん 要するに罰金とかね、はい、そういったものに対してお前の,あのこの罪はラクダ3等分の罰金だとか10等分の罰金だとかとい,、はい、いうような形であの罰金の代わりにラクダを請求するっていうようなやり取りが今でもなされてるらしいんですね。ですからこの選手に書いてるのが今現在の世の中でもですね世界中ではどっかの国ではそういった取引っていうのがなされてるっていうのがあってですねちょっと 面白いなっていうふうに見てるんですけどもあなるほど、まあ、この文明が、えー、そこの時点でまだ、えー、止まってるっていうのかまだ続いてる名残が残ってる地域があるんだなというですね感じさせられたんですけども、まあ、そういったふうにですね、えー、財産であったというふうに言われてますしあともう一つ、えー、宗教的なあの 価値もあったとということでやはりあの捧げ物としてですねいけにえというように言葉も今でも残ってると思うんですけども、はい、まあそういったもので、えー、動物の肉を、えー、捧げるっていうことがです、ね、聖書の中でもたくさん出てきますし、まあ、いろんな世界中には宗教がありますけどやはり動物の肉っていうのを料調理して捧げたりしますよね沖縄でも捧げると思うんですけども、まあ、そういったところも、えー、聖書の中から、えー、今日まで えー、かあの形は変われど続いているものが、えー、今でも読み取れるんじゃないかなと思いますね。まあ、こういったものがモ、えーセの時代には制、えー、度化されてですね、えー、このようにしなさいあのようにしなさいということで、えー、聖書の中には、えー、書き記されているところが結構出てきます。まあ、そういったところでですね今日またあの動物の話を少し展開してみたいなと思っておりますが、えー、それではまた一曲また聞いてからお話ししましょうか。 人間に食べられるために動物が作られてだけど人間に食べられるためじゃなく作られた動物もいるってでですかそううしょうね<う>、まあ、特に家畜なんかは基本的にはね食べられるように、まあ、あの食物として考えられているところがあると思うのでね。 まあそういったものをちゃんと、えー、管理するようにっていうふうなことも聖書の中では出てくるんですかね。統一的なんですね。そうですね。うん、結構びっくりするぐらいあの細かく書いてあるところもあるんですよね。うんうんなんかよくねあの宗教的理由で豚は食べないですって聞くじゃないですか。うろこそのイカとかもダメっていうのは今、うん、あんまり知らなかったかも感じ。ああ。 やっぱ見た目なのかね何なのかねうんまあそれにあの、うん、毒があったりするとねそれはもういかんよっていうのはわかるんだけど、うんうん、そこまではないし実際に我々は食べてるしとか、ああねイ類うね。貝<類>うん 分かれてるか分かれてないか、で、なんかそれで食べたらいい、食べていい、食べてダメっていうの、なんか納得いかんないです。そうだね。なんかそれだからって、うん、高等動物とか、そういう区別がうまいじゃないですか。あ<ー>あ、ね。あの、馬についてはね、やはり。権力者が所有しているっていうところもあるみたいね。 あの一般民は世話するだけでやはり結構あの重宝がられたんじゃないかな移動する手段とかあの荷物をたくさん運ぶっていう時には従順であるし、うん、まあそれで、えー、権力者が持っていてあのソロモンの時代には自分の家と併設して床まであったっていうね、うん、家畜の声がね。 あのそれもあの聖書の中に書いていて馬はちょっと別格だったみたいね、うん、まあそういったものを、まあ、馬ロバラクダっていうのはやっぱ乗り物として用いるのが重要だったっていうところに、うん、あるのかな <laughs> そ,れそれだったらその理由だったら、まあ、まあちょっとはわかるけど蹄、うん、がとかの問題でね、うんまあ まあそれで作られたのかどうなのかわからないけど。

ラジオ聴きの皆さん、ハイサイ協会デベビルをお届けしております。えっ、ー、とツイ、ツイキャスも来てますね。ヤコさんから、シャーロン、こんにちは、ハレルヤーって来てますね。ハイサイ、<laughs> いつもありがとうございます、えー。いつも励ましのメールをいただきまして、ありがとうございます。き、はいえー、今日はですね、まあ、聖書と絡みながらあの動物の話をしておりますが、えー、動物も、えー、神が、えー、5日目、 そして6日目に作られたというところが聖書の中で書き記されておりますそして聖書の中では食べていい動物と食べていけない動物とかですね、まあ、そういったものとかあるいはまたどのような人間との関わりがあったかということもですね歴史書の中で書かれておりますまあ確かにですね動物を調べていくと人間の歴史も分かってくるっていうところが結構あるんですよね まあ動物もあの人間と共に歴史を歩んできたということがですねえ日本の歴史の中でも結構分かるのがあるんですよはい、まあ、例えばえ先ほど言いましたあの馬ですねあの実際のところ5000匹ぐらいに日本に入ってきたんじゃないかなと言われてるらしいんですねもともとの原産地はえモンゴルあたりで、うん、モンゴルに えー、モコノウマっていう野生の馬っていうのがですね発見されたんですよねはい、はい、それらが、えー、飼いならされてきて人間と共に歴史を歩んできたんじゃないかなと思いますねそしてあのヨーロッパモンゴルからまた、えー、ヨーロッパのにかけてもですねタロパンとかですねそういった野生の馬が、えー、生息してた時代があっただろうと言われててまあ今あのドイツの あの動物園かどっかで、えー、それの何て言いますかね、えーまあ、実際の馬があの展示されてるらしいんですけどもね私も、えー、能馬っていうのは見たことがありませんので、うん、写真でしか見たことないんで本物見てみたいなと思うんですけどね、まあ、そういったのが、えー、時を流れて、えー、日本に、えー、着いたっていうふうに言われてるんですけどもこの馬についてはですねやはり。 単独で馬だけがが来ることとは考えられなないというのの歴史家のあの見解なんですねはい、はい、ですから人間と共に、えー、大陸を何らかの形で渡ってきて日本に入ってきただろうというふうに言われてて、はいえー、に日本のまたあの埴輪ってありますよね、はい、お墓の中とかですねそういったところから馬の,あの像が出てきますよね、はいはい、それがだいたい一致するらしいんですけどね、うん、その埴輪が出る時代とそれ以前の墓って っていうのは、えー、埴輪とかそういったものが出なかったとっいうふうに言われててある時代を境にして、えー、大量に出てくるというふうに言われててですね、うんまあ、そういった、えー、背景も、えー、こう複数重ね合わせると、えー、おそらく人間とともに大量に、えー、馬も入ってきただろうというふうに言われてて、まあ、あの朝鮮半島を経由して対馬、えー、とか、えー、北九州辺りにまずは入ってきてそれから全国に広がっていったんだろうというふうに言われているらしいんですけどね。うん で日本にはよくあの在来馬っていう言葉を聞きますよね、うん、まあ在来馬って言っても、えー、先ほど言ったように大昔から日本にノウマがいたわけではないんで、うん、えその5世紀以降とかですね10世紀ぐらいにかけて大量に広がっていって日本全国に馬っていうのが広まっていったっていうふうに言われてるんですけど、うん、まあここの,あの琉球にもですねそれが広がっていくわけですけども。 まあ日本本土では、まあ、今はもういなくなったんですけどね南部馬っていう馬がいたらしいんですよね戦前はですね南部馬っていうのは、えー、系統として今残ってるのは北海道にあるど産子って聞いたことありますよねはいど産子っていうのが、えーまあ、正式名称は北海道和酒っていう、うんえー 馬の,あの新種になるらしいんですけどもそれがもともとは、えー、南部馬っていう、えー、青森から、えー、岩手県あたりにかけてよく、えー、飼育されてた馬らしいんですけどもね、まあ、そういったのが北海道開拓に伴って北海道に渡っていってまた寒さにも強いということもあってですね体力もあるということで、えー、今でも、えー、一番多いのかな在来馬の中では、うんはい、でもまだまだ、えー、この馬も活躍してはいるんですけども ただあの戦前はねもう日本にはたくさんの馬がいたらしいんですけども今いる馬のもう98%ぐらいはもう実はもうサラブレッドなんですね、うん、レース用の馬ですね現在は競馬用の馬ですね在来馬というのはわずか2%ぐらいになっているらしいんですけどもはいはい、はい 昔はあの戦前はもうあ50系統ぐらいのこの在来馬が各地にあったらしいんですけども、うん、今ではもうえ滅びていって8系統ぐらいしか残ってなくて、うん、え沖縄ではまあよく聞くのがあの与那国馬、うん、そしてえ都馬っていうのが沖縄では残ってますね。うん、まあ実はあの沖縄本島島にもです、ね、島尻馬っていうことで ウちら口でシマジラというふうに呼んでたらしいんですけども沖縄本島産の馬もいたらしいんですよねまあこれはもう絶滅してしまったしあるいはまた久米島の産地としての馬もいたしえーイヘアの馬もいたらしいんですけどねもうこれらも今まではえもうなくなっているまあこれには後で理由があるんですけどねいなくなったという理由もあるんですけどももう日本全国でも本州で今残っているのは 基礎馬っていう馬が残ってるんですよね。うん、まあ基礎っていうのはまあ、えー、どの辺になるのかな。岐阜県ですか。ぐらいですかね。の山のとこですね。岐阜とかあの、えー、長野県あたりですよね。はいはい、あのあたりにまあたまたまあの神社に奉納されていた馬が残っていたということで、うんえー、それからあのね大切に保存されて今では少しずつ増えてるらしいんですけどね。うん、この馬も、えー、昔は名馬で まあ、あの実はあの戦国時代に活躍した、えー、騎馬隊の馬らしいんですよね、はいはい、武田信玄とかですね、そういった人たちが騎乗した馬っていうふうに言われてて、ただしね、これサラブレッドとはちょっと比べようもないぐらいちっちゃいんですよ、うん、130センチぐらいですかね、太鼓が。うん、もう今ではあの普通の人が乗ると、えー、馬と人間の乗り方があの釣り合わないかもしれませんね、うん、当時の人たちはやはりちっちゃかったんでしょうね。 あ,のあれで日本人の体格にはまだ在来、えー、は合ってたと思うんですけども<ー>まあ最近の日本人はもう、ね、1メートル7 0 8 0というのもざらにいるように世の中になりましたので、えー、サラブレッドの方がまだ似合うかもしれませんけどね,ね<ー>まあそれとかあの四国にも、えー、ノマウマっていってですね、まあ、小さな馬ですねこれは本当に1メートル2 0ぐらいですね,ね<ー>、えー、この馬はあのみかん畑などあの斜面をこう登ったり降りたりする あるいは肥料を担いだりするということで用いられた馬でまあ濃厚に適しているということで,ですね。またあのこう斜面を上り下りするのに体力が非常にある馬ということでえ用いられてたらしいんですけどまあ今はもう機械化されてですね、この馬もほとんどもうあの保存をしている方々がえ残していると思いますね。そういういににして、日本各地にもえまだ、 まあ少数ででではあるるんんすすけど残ってるんですね、うん、まあ沖縄でもね与那国馬とか都馬を残すっていう保存をする方々があの今取り組んでなんとかえその種を残していこうというふうになったらしいんですけどもじゃあなぜこの馬がいなくなったかというとですね、まあ、実はあの明治時代に入ってやはりこの番組でもよく話してる、ね、あの戦争の世の中になった時とですね、はい 中国と戦ったりとかいろいろあったと思うんですけど日本はね当初の頃はあの車もない時代はやっぱ軍馬ということで日本の在来馬を中国に持って行って戦で使ったらしいんですけどもやはりどうしてもね大陸が広いですから体力に負けちゃうということで軍馬を生産せよっていうことになってしまってですね実は法律まで作っていくんですね。オス馬は全部 え在来馬は虚勢しなさいということでえメス馬は外来馬とえ交配しなさいっていうような法律これ馬質虚勢法っていうのと馬種統制法という2つの法律を作ってですねこの軍馬に作り変えていくっていうのがもう盛んに日本中で行われるようになるんですねそれに伴ってえ在来馬どん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 ,どん 淘汰されていくっていくう運命をたどるんですねまたやはり体力が大きい馬の方が、えー、やっぱり持ち入られるような世の中に少しずつ社会も変わってくるんですね、うん、もう荷物を運ぶのにちょうど今で言えばあのトラックとかそういったものが、えー、まだない時代ですからもうトラックの代わりに、うんえー、重い荷物を運んだりするのにはやはり、えー、体力のもうある馬の方が有利だっていうふうな 流れになった時代を迎えるようになって、えーの、そのようになってきたんですけどね。まあ、ただ、こういうね、あのー、いわゆる働きとしての馬と。もう一つ、あの、動物にはですね。えー、愛玩用っていうのがあるんですよね。ああいわゆるペットですね、ああ今で言えばですね。えー、鶏なんかでも、あの、ペットとして、今でも、えー、重宝がられる。のがあるんですけども。よく、あの。 長鳴き鳥っていうのは、本当の方では聞くんではないですかね。うんうん、聞いたことない？いやあります。あるよね。<laughs> 日本ではあの三大長鳴き鳥って言われててですね、えーうん、一つは東天皇、うん、そして東丸小江よしっていうまあそのニホトリがですね、コケコ,コーって十秒から十二秒ぐらい長く鳴く。 っていうのが美しさを競うっていうのがあるらしいんですけどね。はい、まあそういった愛顔動物もえ時代が落ち着いてくると、まそういったところにえ人間の思考がえ移動していくっていうところがあるんですね。で、犬もそうですよね。特に犬とか猫はもう,もう皆さんご存知の通りですね。まあ、愛顔動物としてはもう。 なんて言いますかね上を行ってると思うんですけど最近はなんか犬よりも猫の方が人気があるとかって言ってますね。うはいまあ、猫カフェとかっていうのも流行っているみたいですけども、まあ、猫のペットの方が犬を上回ったとかっていうことをちょっとニュースで聞いたことがあるんですけどもあなるほど、まあ、そういうふうに猫の方がペットとしては最近はもう好まれるようになってきたのかなと思うんですけどね実はあの聖書の中でもね愛玩動物っていうのもまた出てくるんですよ。はい クジャクとかね、うん、こういったあの動物が出てきたり、まあアサルもちょっと出てきたりするのかな。うんうん、そういう,ふうなのがあの取引されるというところも少し出てくるんですけどね。で、こちらでもあのちょっとね、許借の時の話をしましたけど、あのチャーンっていう、はい、あのニワトリがいますよね。歌いチャーンって言って、あの声の出し方がなんかあの琉球のあの古典音楽の発声に。 参考になるるとといいうここを聞いたことがあるんですけどね <laughs> <ん>あの古典音楽やってる方にぜひ聞いてもらえればと思うんです私も何回か聞いたことがあるんですやっぱ歌いちゃーんということでこの声,声の絞り方っていうのがこチャ、えーンの絞り方に合わせるようにっていうようなことを師匠か,から教えられてることがあるらしいんですけどね <laughs> <ん>民謡でもそれあるのかなと思ってですね先ほど聞いたんですけどもあまり聞いたことはないですか。か、はい まあ機会あったら聞いてみてください <laughs> チャン。ちゃんちゃんどこにいるんですか。ちゃんもですね愛好会みたいのがあってですねウルマ市あたりにあるのかな。うああそういった方々があのもうあの熱心にですねこの保存会みたいのを作ってですね、はい、守っているようでありますがまあ実はあの沖縄のあの子どもの国ですね沖縄市にある子どもの国でも、はい、まあそういったものを、えー、後世に残していこうということで動物園も最近はこれらの在来 家畜とか在来、課金鶏の価格課金といいますね、うん、を、えー、残していこうというような、えーまあ、取り組みをやられているようですね、私もあの一度だけあの高田園長さんということを方お会いしてこのお話を聞いたことがあるんですけどもね、や動物園でもあのいろいろなあの特徴を出していかなければならないということを言ってましたね。 あのー、最近ですか、ね、なもう10年以上前になるかな有名になりましたあの北海道の旭山動物園ってありますよね、うんはい、あそこにはあの私も一度だけ行きましたけどもシロクマが、えー、水中での様子も見られるようにということでちょっとあの、まあ、地下に降りるような形ですね、はいえー、水槽の、えー、水面のだけじゃなくて、えー、下の方までですね降りていって。はい えー、餌を投げるとあのもぐもぐタイムっていうのがあってですね。はい、白クマがあの水中の中で食事をする様子っていうのが見られるっていう展示方法を取ってるんですね。うん、それとか、あのアザラシっていうのは垂直にあの泳いで登ったりしますよね。うん、それ、あの水槽をこのパイプ状にしてですね。垂直にあの水槽。 ガラスを作って缶の状態にしてこの中をゆうとふわーって縦に泳いでいくっていう様子をあの展示したりしてますけどねあれなんかすごいですねはいあの話には聞いてたけどやっぱりえ目で見るとびっくりしますねやはりいはい動物の性質とかそういった泳ぎ方っていうのが特徴があるからその特徴をいかに生かしていこうということで動物園も工夫されてるんだなと思ってですねそしてまたあのこのアザラシなんかはあの水面に出る時にね結構あの ポーズを取るんですよね。あれって、なんか可愛いですね。あの、いわゆるカメラ目線。はい。人間のカメラ向け、向けるとね。向いてくれてね、ポーズ取るような形取るんですよ。はい、わかり。なんか、大体、いい感じで映るんですよね、カメラに。あれも最高の、あの、シャッターでしたね、あれは。なんか、頭いいのか、ひょうきんですよね。はい、はい。ちょっと別の動物園で見たことあります。うん。だから、人間の、あの。 人間受けするっていうのかな、<laughs> そういうあの姿勢を取ってくれるから、<laughs> あのやはり可愛く見えるんですよね、あれね、あのやっぱり動物の特徴っていうのも結構あったりしますから。はい。夜間グニウマのど子供の国で馬、うん、ハラシとかやって、はいはい<マ>、はい、見たことあります。ああありますか。はいはい。私も、えー、何度か行きましたけども、夜、え、間、ー、グニウマのね、えー、ユーナとかなんなんだったかな、えー、まあドナンとかっていう、えー、名前つけられてるのかな。 まあ,あれも、あのー、実はあの沖縄の競馬っていうのは、えー、速さを競わないっていうのは,はい、はい、この番組でも言ったことあるんですけどね、うん、走る美しさを競うっていうことでスケートに例えると、えー、フィギュアスケートだっていうふうによく言われたりするんですけどね、うん、スピードスケートではなくてフィギュアスケート、まあ、この話もですねまた、えー、次回にも、えー、やっていきたいと思うんですけども。 まあそういういにしてえ人間と共にえ歩んできた動物っていうのを調べていくとですねまあ歴史ストーリーがもうちょっと幅広くなったりえ裏付けがえ取れるようなところにもなっていくっていうことがえ結構分かってくるんですね、うんはい。それでまたえー曲行ってからお話ししましょうか。 英語でててる誰かからいいろんんなな国からってベリー日本語勉強されてるんですかね。おー

ラジオ聞きの皆さん、開催協会デビルを届けしております、えー。ツイキャスで英語版が来ておりますね。<laughs> ありがとうございます。すぐには読めないんで、<laughs> えー、Thank you, b e l o m a c h はい、ありがとうございます。海外からですかね、これ。そうみたいですね。あ、そうですか。ありがとうございます。この番組はすごいですね、国際的で。はい。えー、今日はですね、あの聖書の中からあの動物についてお話をしておりますが、はい、またあの。 えー、日本のです、ねえー、動物っていうのも人間との関わりが深いというところもちょっとお話をしてきましたが、まあ、ちょっと言い忘れましたけど先ほどの,あの鶏の中ですねあの鶏もあの朝鮮半島から、えー、経由で入ってきたものと、えー、東南アジアの鳥あたりが入ってきて、まあ、それらをですねうまい具合に掛け合わせて 品種改良をしていくっていう技術は,やはり日本のある意味でお家,お家芸だったというも言われていますね。はい、でまあ鶏っていうのはあの容姿も綺麗ですよね。見た目も美しくまた先ほど言いましたように鳴、うんえー、き声にしてもですねもう非常に複雑で、えー、それらの、えー、繊細な鳴、えー、き声に対してですね人々は、えー 楽しんできたんだろうなっていうのが、まあお分かりいただけると思うんですけども、うん、もう本当にあの行ける芸術作品を作るっていうのは確かに海外にはないぐらいの親芸芸かもしれませんね。うん、あの金魚なんかもすごいですよね。うん、はい、そういったものもですね、ね恋なんかもですね、うん、はい、こういったものっていうのは、えー、得意技だったんじゃないかなと思いますね。うん、こういったのはまあ、世界でも非常に日本は優れているっていうところが。 えー、お分かりいただけると思うんですね。で、あとあのオナガダルオナガっていうのもいますよね。尻尾、はい、が長い鳥ですね。そういったのとか、えー、まあ、ラーメン屋なんかでもひないじ鳥とかっていろいろ書かれてるのがあると思うんですよね。まあひない鳥っていうのはもう実際はあの天然記念物か何かなってるのかな。うん あのなんか名称の書き方で実際は食べていいものといけないものがあるらしいんですけどね <laughs>、はいまあ、そういったものも、あのー、日本の、えー、芸術作品として生きた芸術を作品として作り上げるっていうのはもう非常に、えー、長けてたんじゃないかなと思いますね。あのー、京都ではおかいっていうのありますよねはい、はい、見たことあります いや生で見たことないでも向こうではよくニュースで流れるんでしょ、はい、こっちでもたまには流れますけど結構人間が日頃から飼いならしているわけですよね、うん、あれね、はい、そして人間が言うことを聞いてくれて、えー、取ってくれるわけですよね,ねなんか鵜飼が取ったこの魚は高く売れるっていうことも聞いたことあるあそうないですか、うん、まあ これはあのななんか説明はしてたのを見たことあるんですけどもなぜだろうかなと思うんですけどね結構、えー、高い値で取引されるっていうふうに聞いたことあるんですけどね、まあ、そういったのも含めて言うとすごいなと思いますね。うんはい、やっぱり歴史もあってですね、えー、これらが、えー、風物としてニュースに流れたりする時があると思うんですけども、まあ、動物と、えー、人間の関わりについてですね今日は えー、時間を割いてお,お話をしました。はい、また来週もですね。もし、えー、それらがお話しできれば、もうちょっとね、深みのあるまた話に展開していきたいなと思っておりますが、はい、はいえー、聞いてくださいました。皆さん、今日もありがとうございます。はい、えー、ハイサイ協会デビル、えー、今日はですね、えー、風邪引きで、えー、ともさんがお休みになりました。 えまた来週も元気で来週は元気で、えー、スタジオ入りできるように皆さん祈ってくださいはい。えー、この番組ですねまた、えー、この聖書シリーズでですねお話を展開していきたいと思いますのでぜひあのツイキャスもお寄せいただきたいと思います、えー、励みになりますのでよろしくお願いします宮こさんありがとうございました、ね、<laughs> こちらこそありがとうございましたいつも聞いてくださりですねはい それでは、えー、もうそろそろエンディングに近づいてきました、えー、はい、えー、また寒くなっております、えー、風などひかないようにですね皆さん、えー、ラジオ聴きの皆さん、えー、気をつけてください、えー、いつもラジオを聞いてくださりありがとうございます、えー、聞いてくださった皆様そしてご家族の上にも、えー、祝福と平安がありますように えー、お祈りをいたしますこのお祈りを主イエスキリストの皆によってお捧げいたしますアーメンそれではまた、えー、来週お目にかかりましょうありがとうございましたはい、さようなら